軽空母センターの姉妹艦アルビオンと申します。これから艦隊の後輩として勉強させていただきます。指揮官の先輩ですからね。軽空母アルビオン、指揮官のご指示をお待ちしております。いつでもどうぞ。外見のことですね。仙道先輩と違って幻想の生き物の名前を由来にしてないですけど、強いて言えばそういった生き物が古の伝説上生息していた地がまさに。あ、長く喋りすぎちゃいました。気分のリフレッシュといえばセンター先輩と一緒に森林浴をすることですね。特に裏山の森は風がいい気持ちです。同型艦はそれぞれ違う兵装を運用していたから、戦い方がもしかしたら参考にならないかもしれません。そこは、先輩の心構えだけでも勉強です。グレイゴースト?エンタープライズ先輩と同じ呼び名なんて、そんな恐れ多いことは。指揮官が気にしなければそれで呼んでいただいて構いませんけど。あ、はい、理想弓以外に用がありましたら。あ、恥ずかしいですね。任務の完遂に参りましょう。艦船たちはこうして指揮官の下で成長するんです。はい。完遂された任務の報酬が来たようです。これは、受け取る前に宛先が間違っていないか確認しておいた方がいいですよね。新しいメールのようですね。確認の方はいかがなさいます？指揮官、お疲れ様です。アルビオンに何か手助けできるようなことがありましたら、おっしゃってください。アルビオンの指揮官への接し方、一体どこで間違ったのでしょう。後輩として、先輩方の先頭、そして指揮官の艦隊運営を見習うのみです。技術から心構え、艦隊での処世術も含めて勉強できることがたくさんありますから。風のささやき。委託組の仲間たちが帰ってきました。出迎えの準備ができましたらお声掛けください。強化成功です。指揮官、今度は乗り心地試してみてくださいね。大胆に、忠実に、守備よく。白亜のアルビオンがこの勝利をいただきです。そんな、私がドジなばかりに。先輩たち、見ていてくださいね。私が踏ん張らないと迷惑をかけちゃう。you